ロッド・サーリングはアメリカの脚本家。テレビドラマを中心に活動した。テレビシリーズ、トワイライト・ゾーンの脚本を手掛け、自らも出演した。本名ロッド・マン・エドワード・サーリング。サミュエル・ローレンス・サーリングとエスター・サーリング夫妻の次男としてアメリカ合衆国ニューヨーク州シラキュースに生まれ、ニューヨーク州・ビンガムトンに育つ。ビンガムトン高等学校卒業。 ユダヤ系の家庭に育ったが、後にユニテリアン・ユニバーサリズムに改修した。1943年1月に第二次世界大戦で出兵したが重傷を負い、パープルハート賞を受賞。戦場では親友の死を目の当たりにした。身長162センチと小柄だったが、軍隊ではボクサーとして頭角を表した。1945年1月に除隊したが、 悪夢とフラッシュバックに生涯苦しみ続けた。女体の前、オハイオ州イエロースプリングズのアンティオック大学に入学。1950年に文学史の学位を得て卒業。これに先立ち、1949年、ラジオ番組、ドクター・クリスチャンの脚本検証で2等に入賞。妻と共に、オハイオ州シンシナティへ移り、 WLW ラジオ局の専属脚本家となる。電気作者によると、サーリングは、生涯を通じて、伝説的放送作家のーマンコーウィンに影響を受けていた。WLW から出発して CBS に落ち着いたこと、脚本に、社会的なテーマを盛り込んだことなどが、コーウィンとの共通点である。1951年から、ザ・ドクター、ファイアサイド・シアター、 ホールマークホールオブフェーム、ダックスビデオシアター、クラフトテレビジョンシアター、サスペンス、スタジオワンといった番組の脚本を書いて、売れっ子の仲間入りを果たした。また、シンシナティの地方局、WKRC のために、ザ・ストームという生放送のテレビシリーズの脚本を書いており、これは、トワイライトゾーンの原型となった。1955年。 新給料世代の権力闘争を描いた連続ドラマパターンズの脚本を執筆。この番組が空前の大ヒットとなる。その他、朝鮮戦争のベテラン兵士と拷問の後遺症を描いたザラックやレクイエムフォアヘビーウェイトなどのヒットを飛ばし、中には映画化された作品もあったが、テレビ番組としての様々な制約から自由になろうとしたサーリングは、 自分自身の番組を作ることを決意した。1959年、CBS が、トワイライトゾーンの放映を開始。リチャード・マシスギや、チャールズ・ボーモントといった彼の尊敬する書き手を起用し、自身も番組に毎週登場することによって、独自色を出そうと努力した。後に彼は、インタビューの中で、SF という形式を取ったのは、検閲を逃れるためだったと語った。 当時はまだ人種問題や軍隊などについて大っぴらに語ることが難しかったため彼は自身の体験に基づく社会的なメッセージを SF ファンタジーのベールにくるんで表現したのである。トワイライトゾーンは気予報編が激しかったものの後シーズン続いた。その後 NBC の四次元への招待を手掛けたが第3シーズンを迎える頃になるとサーリングの脚本は 不採用になることが多くなり、トワイライトゾーンほどの成功は得られなかった。このほか、サーリングは SF やホラーの短編小説も執筆した。これらの作品は、前3巻のトワイライトゾーンストーリーズなどにまとめられている。晩年は、テレビ界から遠ざかり、映画の世界で活動した。長年ニューヨーク州伊坂に住み、伊坂大学で教鞭を取った。心臓を病み、 冠動脈バイパス術を受けたが、手術中に3度目の心臓発作を起こし、その翌日に50歳で死亡した。同様の企画として、ジーン・ロッテンベリーによる宇宙大作戦もよく知られている。この時期、マイケル・ウィルソンと共に映画《猿の惑星》の脚本を手掛けている。ありがとうございます。